キャノンのズームレンズですね。もう外観はまあ綺麗なんですけど、カメラの類をいろいろ出品してる人からジャンク扱いっつうことで、まあ落札したんですけど、まあ、これもうカメラいっぱい出品してる人自体もうちょっと警戒しないとダメなんですけど、まあ別にいいやと思って、ジャンク扱いでのやつを落札したんですけど、よくあんのがこのカメラいっぱい持ってるくせに、オートフォーカス、絞り、手ブレ補正、未確認です。まあよくありがちなパターンですわ、これ。素人なので、よくわかりません。で、逃げる。譲り受けたものなので、わかりません。で、逃げるパターン。オートフォーカス絞り、手ブレ補正、動作、未確認です。ズームリング、滑らか。何も滑らかって。全部未確認です。ズームリング、滑らかです。その滑らかっつうのはね、これ、ピントリング、まあ、滑らかだよね。で、ズームリング、滑らかだなーって。いや、もうこの時点で、まあ気づく人は気づいてると思うんだけど、55ミリだったらちょっと伸びてんだよね。こうだよね。いや、滑らかだけどっていう話でね。滑らかだけどって。これや、滑らかって言った時点で、これ、わかるよね、なんか壊れてるって。まあそもそもがな、確信犯だからな。そう書くよね。バッテリーがないので未確認とかね。本体がないので未確認って。で、結構ね、評価見た方がいいんだよね、ヤフオク。そういうふうに、そういう手口でやってる人たちって、結構評価溜まってきて、まあ、おのずとね、悪い評価増えてくるのさ。いい感じに増えてきた時点で多分捨てんだよね。捨てて新しいアカウントにして、また同じこと繰り返すっていう、そんな感じでやってます。まあ、自分はやったことないからわかんないけど、まあ、大体そうでしょ。まあ、自分はまあ、ほぼジャンク品だろうなと思って、それでもいいかなと思って落札してるからいいけど、本当に期待持って落札した人はもう、まあ、ジャンク扱いだからね。言ってること間違いじゃないんだけど、あ、なんか、あれだよね。悪意はあるよね。これちょっと分解してみますわ。まあ、分解したらこんな感じだよね。いや、普通だとこれずっぽ抜けたんだけど。まあ、裏側取って、これずっぽ抜けたんだけど、普通ならこれずっぽ抜けないんだよね。これずっぽ抜けないんだよね。多分。わかんないけど。で、これがボロッと落ちてきたんだけど、これ、そこにね、ここにこうつくやつ、これがボロッと取れてたけど、どうにかなんないかな。まあ、完全に壊れてんのって、これ、このちっけえ、こんな、2、3ミリの部分だからな。まあ、強度的に問題があるのかもしんないけど、まあ、ダメ元で、ちょっと、やってみようかなって思ってんだけど。ちょっとこのゴム、まあ本来だったらこうだよね。後ろ取って、ゴム取って、ここ取って、ここ取ってからのガポッと取る感じだけど、まあ、これが折れてたけど、まあなんかつきそうだよね。つきそっちがついてるよね。まあ、実際この3ミリぐらい、ここ折れちゃってるけど、ここ無視してそのまんまつけたから、実際これ、2、3ミリぐらい足りてないけど、
動かすだけの強度は問題なくありそうだから、このままいけるんじゃない。てかそもそもよ、これ折れるってお前どんな力でやったんだろうね。よっぽどの力じゃないと折れないと思うんだけど、なんか問題なさそうだよね。これ別に引っかかりもないし、実際こう短くなっただけだからね、強度的であるかつても強度的にも問題なさそうだ。ジャンク品で安くは買ったから、これで問題なく使えれば別に OK じゃないのって思っちゃうよね。ちょっと元に戻そう。まあ、とりあえず元に戻したんだけど、まあ微妙にちょっとわかるくらいだけど、若干、まあ、手で触ってみないとわかんないけど、若干引っかかりがあるくらい、まあ、引っかかりつゆるこんなの感覚の差ぐらいでしかないけど、まあ問題ないと思うんだけどね。ここ若干引っかかりを感じるぐらいで、こんなの許容範囲だけどね。実際こんなの気にする人いないでしょ。いんのかな、誤差だろっていうぐらいで。実際使えんのかって話。電池ねえけど、何を電池ねって。くっす。めんどくせえな。これも電池なかったらどうしよう。充電してねえな。絞り OK でしょ。あとオートフォーカス、せえな。大丈夫そうだけど、絞り OK だし、オートフォーカスも OK だし、普通に使えんじゃんね。いいんじゃん別に。使えると言っても過言ではないと思うんで。別に、もうホコリなんてほとんど入んないしね、このレンズ。カビもないし、ホコリもないし、まあ、若干引っかかりを感じる程度で許容範囲だと思うんだけど、そんな感じでとりあえず使えるレンズにはなりましたよっていう感じですかね。これ何やこれ、こんなところどういうふうにや、どんな怪力だったら折れんねん。